ユニフェイス、基本的な一インターネットアプリケーションの作成方法を紹介するビデオ、事前説明編。アジェンダ1、基本的な一インターネットアプリケーションを作成するビデオの紹介と利用方法。2、すべてのビデオのご紹介。3、ビデオ内で利用しているモデルのご紹介。4、完成アプリケーションのご紹介。このビデオをご覧の皆様へ。ナンバーゼロは事前の説明ビデオになっており、このシリーズのビデオは10本で構成されています。すべてのビデオを順次ご覧いただき、同様の方法でアプリケーションを作成いただくと、基本的なユニフェイスのリッチインターネットアプリケーションが作成できます。ビデオごとにできるだけ単一機能を説明しております。ご覧になりたい機能を選択してご覧いただければ、単機能をご理解いただけるようにしております。コード記述部分及び複雑な画面操作が発生する箇所は、できる限り画面をアップにしてご確認いただけるようにしております。作成時の手順、ポイント、メモはそれぞれ画面にコメントを入れております。クリック操作をわかりやすくするために、左クリックは赤、右クリックは青のリングが表示されます。文章、コードの確認を行いたいときには、ビデオを一旦停止してご確認いただければと考えております。各ビデオにも音声は含まれておりません。ビデオの故障ではありません。ビデオの紹介。ナンバー1、DSP の作成開始方法とコピー &HTML の利用方法。ナンバー2、コントロールボタンを追加する方法。クリア、検索、登録ボタンの追加です。ナンバー3、ウェブ画面上にメッセージを表示する方法。ウェブメッセージを利用しております。ナンバー4、テーブルのヘッダー部分に色を設定する方法。ユニフェイスのブロックから HTML を設定します。ナンバー5、フレームインフレームを利用しております。アップエンティティを自動検索する方法をご紹介しております。ナンバー6、フィールドを離れたときにデータ検索をする方法。オンチェンジトリガーの記述により、フィールドを離れたときにデータ検索をする方法を紹介しております。ナンバー7、明細ごとに色を変更する方法。ナンバー8、ヘッダー部分にソートボタンを追加し、ソート機能を追加する方法をご紹介します。ナンバー9、検索時に明細表示件数を指定する方法。検索時に指定された表示件数が明細に表示されます。ナンバー10、全画面、次画面のボタンを追加する方法。こちらでは合わせてボタン表示も行います。アプリケーションモデルの構成。今回のアプリケーションの中では、2つのエンティティ、エンプとデプトを利用します。それぞれ表示の内容になっております。続いてデモにて具体的に動かしてみます。ナンバーワン、エンティティよりレイアウトを作成します。ナンバーツー、コントロールボタン、クリア、検索、登録を作成します。ナンバー3、メッセージの出力方法の紹介です。ナンバー4、テーブルヘッダーに色を設定します。ナンバー5、部門名をフレームインフレームを利用して自動表示します。ナンバー6、部門 ID を変更したときに部門名を再表示するロジックを紹介します。ナンバー7、明細行ごとに色を変更するロジックを紹介します。ナンバー8、ヘッダー部分に矢印ボタンを追加して、ソート機能も追加します。ナンバー9、検索時に明細表示件数を指定するロジックを追加します。
ナンバー10、全ページ、次ページのボタンを追加します。以上でデモは終了です。ありがとうございました。